なた知ってる。新年明けましておめでとうございます。港横浜、今日は街の並木に須崎町の元旦から潮風吹けば花散る夜を惜しむように、伊勢崎あたりに明かりが灯る。可愛いと情けのドゥドゥビ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 ドゥバ、火が灯る。私初めて港横浜、雨がそう降り汽笛が鳴れば、言葉の別れ惜しむように、伊勢崎あたりに明かりが灯る。夢を振りまくドゥドゥビ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 ドゥバ、火が灯る。あなたが地味の港横浜、人に隠れてあの子が泣いた。涙が花になる時に、伊勢崎あたりに光が灯る。恋のムードのドゥドゥビ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 ドゥバ、火が灯る。手をつなぐ恋人たちも絵のよう。若い子は素敵だと思うけれど、あの頃に戻りたいとは思わない。だって人生は片道切符、いいことばかりのはずもない。恋を繰り返し傷ついて、愛の形を知る。横浜
思い出を連れて歩けばすぐそこでチャイナタウン。ここが上海料理専門店の上元楼、ね、横浜中華街にはあの老舗の料理店があの何店舗かあるんですけれども、ここも上元楼の人気のあるお店です。この華正楼というお店も、これも横浜中華街では老舗店の一つですね。まあ、今日はお休みのようですね。広東料理の専門店のようです。
かの僕みたいな。Thank you.